パナシナイコスタジアムはギリシャのアテネにある競技場。第1回近代オリンピックの会場として知られる。19世紀に古代の競技場跡地に建てられた。古代オリンピックに習い、トラックの直線が極端に長く、コーナーはヘアピンカーブ。壮大リーシー作りのスタンドは4から5万人収容。パンアテナイ競技場、パンアテナイコンスタディオンなどとも表記される。 紀元前6世紀からパナテナや祭りの競技場として使われていた空間に紀元前4世紀アテナイの富豪リクルゴスが座席などを建設したローマ帝国期の144年頃アテナイの富豪ヘロデス・アッティコスが壮大理石に改築した同時代のパウサニアスによればこの改築工事はペンテリコンさんの石切り場が枯渇するほど大規模だったという古代以後は 大理石の大半が持ち去られ、廃墟となった。1869年、建築家エルンストツイラーが、競技場跡地を発掘調査し修復した。1870年と1875年にはザ、ザッパスオリンピックの会場に使われた。 1> 第1回近代オリンピック開会式1895年、翌1896年の第1回近代オリンピックのため、ギリシャ王室の支援のもと、富豪イエオルギオス・アベロフや建築家、アタナシオスメタクサスが総大理石に再改築した。第1回大会では、開会式や男子マラソンのゴール地点に使われた。2004年の第二28回大会では、 男女マラソンのゴール地点やアーチェリーの会場に使われた。競技場に隣接するエスニコススポーツクラブはウォームアップで使用され、道具を保管する場所や選手用のラウンジなど数多くの設備を備える。その他、1997年世界陸上競技選手権大会の開会式や2004年の UEFA 欧州選手権ギリシャ優勝報告会。 コンサートなどに使われている。ありがとうございます。